お客様の課題に真摯に向き合い、お客様と共に笑顔になる。未知の領域にも果敢に挑戦し続け、共に成長する。お客様のかけがえのないパートナーになるために、モールド&ダイプラスイノベーション。モルディノ。創設者コンタニ富吉が大阪市において帝国カッター製作所を創立、フライスカッターの製造を開始。1987年には日立彫工株式会社を合併、日立ツール株式会社に社名を変更。1993年、刃先交換式の仕上げ加工用工具を開発、アルファボールプレシジョン ABP を発売。2001年、シリコン含有ナノコーティング DHCS コーティングを開発。翌年、最新の切削工具を用いて最適な加工により加工費半減を提案するプロダクション50が誕生。2014年、高精度加工を追求した加工提案ハイプレ2が誕生。2015年、三菱日立ツール株式会社に社名を変更。2017年、新ブランドモルディノを制定。同じ年、高高度高向け第三世代 TH3 コーティングを開発。2020年、株式会社モルディノに社名変更しました。現在、国内に12の営業所、3つの工場を展開。千葉県成田工場では、超高素材と刃先交換式工具の開発・製造を行っています。滋賀県にある安工場では、エンドミルやドリルなどのソリッド工具の開発・製造のほか、工具の再研磨・再コーティングを行っています。そして富山県の魚津工場では、製造の中間工程を担い、成田、安、2つの工場を支えています。それぞれの製造工程では品質管理を最重視し、社員一人一人が高い意識を持って製造するための教育にも取り組んでいます。またヨーロッパをはじめ、中国、タイなど、モルディノのネットワークは世界へと広がっています。モルディノとは、モールド&ダイプラスイノベーション。金型と革新です。金型加工業界にイノベーションをもたらす。さらに切削工具の先端、技術力を研ぎ澄ませることにより加工イノベーションを実現する。そのような思いが込められています。私たちモルディノは切削工具メーカーです。ミーリング工具をメインに、素材から開発、生産、検査まで行い、独創工具メーカーとして発展してきました。単に工具を提供するだけではなく、目的の加工に応じた最適な工具の選択、加工能率の向上、省エネなど加工ソリューションの提供も行っています。その大きな柱となるのが、モルディノが持つ3つの強みです。金型加工にイノベーションをもたらすソリューション、金型製造にイノベーションをもたらすメイドインジャパン、金型製造に加工イノベーションをもたらすプロダクション50です。
私が今担当しているのが、自動車メーカーさんだとかですね、それに関わるような部品メーカーさん、家電を扱っているようなお客様というのを担当してまして、そこに、我々のものを納入していただく商社さんとですね、タッグを組んで、ご提案していっているような形です。そのご提案に際して、うちの中の工場の部隊、開発であったりだとか製造だったりとか設計部隊というものと連携しながらですね、お客様に対してうちの商品をご提案しているような仕事です。非常に風通しというのか横のつながりというのはいい会社じゃないかなというふうに思います。全て顔が見えるような、状態なものですから、相談もしやすいですし、すごく相談に乗ってもらいやすい、会社としてその課題に向き合っていくっていうような一致団結する姿っていうのがありますので、そこはすごく特徴じゃないかなというふうに思います。自分は開発に所属しておりますので、工具の開発がメインの仕事となります。新商品を開発にするにあたってお客様のニーズを知る必要がございますので、そのためにもお客様のところに訪問してニーズを確認したりだとか、お客様のお困りごとですね、こちらの解決というのが開発の主な業務となります。特に開発というのはですね、いろんな部署と連携しながら業務を進めていく部署でもございますので、いろんな会社全体の雰囲気というのを味わっているところでございます。自分とツールにプライドを持っていることを感じますし、笑顔で取り組んでいるというのが何よりだと思います。私はこの会社はとてもプライドがあるとともに明るく楽しい会社だということを感じております。開発技術のモルディノという強みというのを特に感じております。またですね、モルディノという金型加工に特化した工具の開発、こちらを目指しているというのもありますので、やはりプレッシャーもありますけれども、その分やりがいを感じているところでございます。お客様はもちろん、当社に集う全ての方々の信頼と期待に応えるために、モルディノは事業活動を通じて豊かな社会づくりに貢献していきます。モルディノのビジョンであるお客様の課題に真摯に向き合い、お客様と私たちの笑顔のために挑戦し続ける、その実現のためにも全社が一体となってチームとして輝くこと、それこそが私たちの思いであり目標なのです。